俺だ。そうそう、エース登場。あ、裏エース来た。じゃあ、行こうぜ。エースあの前に貼り付けたんだよ。よろしくお願いします。じゃあ、ファイオーでいくよ。せーの、ファイオー。はい、オー。オーケー。お、やばい。いきますよ。3、2、1。もう一回いきましょうか。サッカーだってウォーキングフットボールだったりするんで、いきますよ。せーの、3、2、1。ウォーキングフットボールサラボー。 OK。上の雪寒かるな。冷たい月が差しといて、下の雪重かるな。何百人も乗せていて、中の雪寂しかるな。空も地べたも見えないで、綺麗な音は出ないけど、あの
すずは私のようにたくさんの歌は知らない。すずと小鳥とそれから私、みんな違う。もう全員で勝ち点3取って、はいはい、最高のホーム開幕戦にしましょう、はいはい、準備は大丈夫ですか？大丈夫ですか？戦えます？大丈夫ですか？大丈夫ですか？僕は大丈夫ですか？もう常に戦場よ。ということでじゃあ、はい、みんなで一つになって戦いましょう、はい、こんにちは、神田です。明日行われるヴェルディ戦について今日はサッカーボードを使いながら詳しく説明していこうと思います。昨日のライブ配信でミカさんがですね、ここ3試合で徐々に松田選手対策されてきてますよねみたいなね、コメントをいただいたと思うんですよね。神田の記憶が正しかったら。まあ、ここ3試合まで右サイドは、新潟は、松田選手のドリブル、突破力を活かしつつ、攻撃のチャンスを作っていきたいっていうのはあったと思うんですよね。なので、その右サイド、松田選手の特徴、良さを活かすために、まあ、新潟が、どういう風なビルドアップ、どういう風に前線に松田選手のところにボールを届けるために、まあビルドアップをしていたのかっていうところを今日ね、お伝えしていこうかなと。そして、今シーズンの新潟の攻撃の形、まあこういった形で攻撃をしながら相手の守備組織を崩していきたい。というところに、まあ、触れていこうかなと思います。まあ、早速、まあ、松田選手。右サイド松田選手をどう活かすか。活かすためにはっていうことに、まあ、サッカーボードを使いながら、説明していこうと思うんですけども、赤が新潟です。青が相手チームです。青が相手チーム。例えばですけども、キーパー小島選手からマイケル選手にパスが入る。そうするとおそらく相手選手はこういった形でプレッシャーをかけてくると思うんですよね。そうなった場合、マイケル選手が一回小島選手にパスを戻す。そうするとおそらく真ん中にいる相手選手がプレッシャーをかけに来て、こっちの相手の右サイドですかね。右サイドの選手が出てきて、トーマス・デン選手にプレッシャーをね、かけに行く。もしくはパスが出た瞬間にプレッシャー、プレス行ける距離にポジションを変えてくると思うんです。その時に、アルビの左サイドバックの新井選手、もしくは堀米選手が少し高い位置を取って、小島選手からちょっとね、ミドルフィードって言ったらいいんですかね、のパスを受けて、ここでパスを受ける。そうすると何が起こるかというと、まあ、ここに、入っている秋山選手、もしくは宮本選手が高い位置を取って平行のサポートをする。平行のサポートをすることで相手のここにいる選手がプレッシャーをかけに来て、まあ、堀米選手、もしくは新井選手のところにプレッシャープレスをかけに来るので、移動してる間に一回ね、秋山選手、もしくは宮本選手にパスを出す。そうすると、前線にいる選手はもう全くね、ボールに関わらなくなりますので、しっかりプレスバックしていく。プレスバックした瞬間に、小島選手が高い位置を取って、ここで顔出して、
ボールをね、秋山選手もしくは宮本選手からパスを受ける。そうすると今度はここにいる相手選手フォワードが小島選手に対してプレッシャーをかけに行くので、マイケル選手が外に開く。開いた瞬間に小島選手からマイケル選手にパスをつないでいく。そして藤原選手が、マイケル選手が外に開いたと思ったら、外にポジションを取れたと思ったら、藤原選手が高い位置を取って、小島選手からもらったパスをワンタッチで藤原選手に出していく。そうすると、ここにいる、まあ宮本選手、秋山選手が高い位置を取って、サイドバックと平行のサポートをする。平行のサポートのポジションを取ることで、ここでパスを受けれる。藤原選手に対してはおそらく、ここの、左サイドの相手選手、左サイドの相手選手がプレッシャーもしくはプレスバック行くので、藤原選手もワンタッチでここで平行のサポートに来てくれた宮本選手、秋山選手に対してパスを出す。そうすると前がフリー、前がフリーなので、それに対して秋山選手、宮本選手がドリブルで前線に運んでいく。そうするとおそらくここのセンターバック出てきてもいいと思うんですけども、相手のセンターバック、ここ出てきちゃうと、ここ疲れちゃうので、相手としては、ここのサイドバックを活かせる。秋山選手、宮本選手がドリブルで前に運んでいったら、相手のサイドバック、左サイドバックが出てきた瞬間、松田選手が高い位置取れるので、シンプルに松田選手を使っていくっていうのが、多分、ここ3節までの、まあ去年とちょっと違うビルドアップの仕方。まあここ松田選手だから、まあこういった形で松田選手の足の速さ、スピード、突破力を活かしたい。そうするためにはどうしたらいいのかっていうことを松田監督、スタッフの方が考えて考えて、こういった形だったら松田選手生きるよねと。そして突破していってくれと。で、最後はシュート決めてくれたら OK っていう形なんですけども、まあ松田選手ね、チャンスは作れてるので、まあ次のベルディ戦、ゴールを決めてくれると、本当にこのビルドアップの形が、本当にある意味の一つの大きな武器になってくると思います。まあこれは多分ダニーロ選手でも使えるパターンなんですけども、まあダニーロ選手は縦に行くっていうよりかは中に切り込んでいくタイプなので、まあまたその辺でビルドアップの仕方がちょっと変わってくるんじゃないのかなと。まあ、太田選手の場合はまた、縦にも突破できますし、中にも突破できるので、まあ、太田選手とかは、こういった、ビルドアップ、松田バージョンって言ったらいいんですかね、は使えていくんじゃないのかなと思いますので、そういったことを昨シーズンよりも、まあ、選手にこう、フォーカスしながら、この選手の時はこういったビルドアップした方がいいんじゃないとか、この選手の時はこういったビルドアップした方がいいんじゃないっていうことをよりこう緻密にやっているんじゃないのかなと、まあ、神田がここ3節までですね、3節まで見て感じるところです。続いては新潟の攻撃、まあ、昨シーズンとちょっとね変わったことをやっているんじゃないのかなと、まあ、神田がここ3節まで見ていて、まあ、気づいた点を、お伝えしていこうかなと思います。まあ、あくまでも神田が見ていて感じたこと、思ったことなので、まあ、この動画を見て、この解説を見て、神田適当なこと言ってんじゃねえよって、まあ、思う方もいると思いますが、まあ、一個人の見解としてお伝えさせていただきますので、まあ、そこはご了承くださいということで、まあ、やっぱり今シーズンの新潟は、どれだけ多くの得点を取ることができるかどうか。まあ、そこがやっぱりね、目標達成に向けて最大のポイントになってくるんじゃないのかなと。まあ、去年よりもやっぱりね、総得点を上回っていくっていう部分が大事になってくると思いますので、まあ、そこは松橋監督、そしてスタッフの方々がオフシーズンを経てキャンプで選手に落とし込んで、この3節までは神田が見ていて、チャンスはね、多く作れていると思います。やっぱりワクワクするサッカーしてると思いますし、新潟らしいスタイルで、やはり攻撃の形、シュートまで持っていけると、すごくね、やっぱり見ていて楽しいなと。ですけど、まあ、そこがね、得点につながるかどうかっていうところは、やっぱり個人の課題っていう部分もありますし、まあ、そこがね、いくらいい攻撃、いいスタイルができていたから、
って言ってもすぐね点が取れるのかっていうと、またサッカーの場合は違った部分になりますので、まあ、その辺がねまたサッカーの面白さなのかなと思って、まあ、見ているんですけども、まあ、昨シーズンと違って、新潟は、まあ、昨シーズンまではサイドハーフの選手が結構ね外にワイドに開いてポジション取ってることが多かったと思うんですけども、今シーズンはできるだけこうね中に絞ってというか中にポジションを取ってることが多いんじゃないのかなと。じゃあそれはなぜかというと、新潟の両サイドバックが高い位置を取るため、高い位置を取らせたいっていうのは松橋監督スタッフの中であるんじゃないのかなと。そうすることでじゃあ何が起こるのかっていうと、前線が 1,2,3,4,5,6 枚なんですね。6枚いることができる。相手4枚に対して前線6枚だとどうしても相手のボランチは戻らざるを得ないんです。戻らざるを得ない。でもこれでも相手は6対6なんです。数的同数なんですね。でそこで松橋監督がより去年よりも手を加えたことは何なのかというと、まあ、皆さんね開幕戦から見ていてすごいなこの選手って、すごいいろんなところに顔出すじゃんって、攻撃にも守備にもすごく目立つ選手、うわこの選手ってこんなに新潟のスタイルにフィットするのって、まあ、結構ね、思われてる方いると思うんですけど、それは誰でしょうかって言いますと、背番号8番宮本選手。相手のボランチを下がらせることでここにスペースができるんですよ。でトップ下に入っている高木選手もしくは谷口選手、長谷川元樹選手がもう1枚上がる、もしくはいろんなところに顔を出して三角形作るんですね。三角形を作ることでサポートみたいな役割を果たすので、まあどちらかというと守備の部分はじゃあ宮本選手がここのスペース任せるよっていう感じなんだと思うんですよ。そうするともう一枚残ってる、相手のトップ下もしくは中盤の選手が宮本選手に対してついていかないといけないんですよ。ついていかないといけない。なんでかというとここでフリーだとセカンドボール自由に拾われるんでついていく。そこに対して宮本選手は絶対に負けないっていう。そこの信頼は松橋監督、そしてスタッフの中であると思うんですよ。なのでその役割を担ってる。攻撃参加、高木選手がもし下がってきた時、谷口選手が下がってきたり、長谷川選手が下がってきた時に宮本選手はここの1枚上がっていく。もしくは、サポート、なかなかね、距離があって、高木選手、長谷川元樹選手、谷口選手がサポートいけない場合は、今度は宮本選手がこの広い範囲をサポートしていく。サポートして三角形を作っていくっていう役割を担っているんじゃないのかなと、思うんですよね。で、そうすることで今度は秋山選手が生きるんですよ。秋山選手がここの位置でパス受けれるんで、相手が宮本選手にくっついていくから、ここの広大なスペースが秋山ゾーンなんです。なので、秋山選手の正確なキックが生きる。もしくはドリブルで持ち運んでいって、相手が食いついた瞬間にスルーパスを出せる。っていう風なことで、より攻撃的に行くためには、宮本選手というピースが、やっぱり新潟、今シーズン新潟には必要だったんじゃないのかなと。だから宮本選手を獲得したっていうことに至ったんじゃないのかなと神田は思うんですよね。そこを平気な顔して平然とやっぱりねプレーをこなしていく、まあ宮本選手ってすごいなと思いながら、まあずっと神田は見ているんですけども、まあ何回もダゾーンの映像を見ながら、繰り返し見直したら、やっぱりこういったことを、まあ松橋監督スタッフの方がしたい。それをしっかり宮本選手が、自分が何をやるべきなのか、何をやったらチームが、スムーズに攻撃守備に移行できるのかっていうところを、やっぱりクレバーな選手だと思うんですよね。だからそれをしっかり託されたタスクをしっかり宮本選手が存分以上に
能力以上に発揮できてるから新潟って今の新潟は強いんじゃないのかなと神田は思います。なのでまあ言い方ちょっとおかしいですけども、攻撃時は316っていうシステムを取りたいんじゃないのかなと思います。316、まあ小島選手が上がればここカバーできますし、まあその辺を含めて316っていうシステムを攻撃時は、やっていきたいんじゃないのかなと神田は思います。なのでベルディ戦、この316がどれぐらい、ベルディ陣地内で発揮できるかどうか、そこが大きなポイントになってくるんじゃないのかなと神田は思います。そうなってくるとサイドバック絶対上がれないんですよね。新潟のサイドバックがここでピン止めするので、でもしカウンター食らって出された場合でも宮本選手がカバーリングいけますし、もしくは秋山選手がここ出ていって釣り出されても真ん中は最後逆サイドがしっかりプレスバックしていけば間に合うので、それができるかどうか、ベルディ戦は相手がハイプレス間違いなく来ると思うんですよ。なので1枚かわしたら一気にチャンスになると思いますので、まあ、右サイドはおそらく松田選手でも神田は、昨日のライブ配信では太田選手がスタメン出場かなと思いましたけども、まあ松田選手でも面白いのかなと思う部分もありますけども、まあその辺をどう松橋監督がスタメン選んでくるか本当にわからないんですけども、まあそういった攻撃316っていう形を今シーズン作りながら点を奪っていくっていうサッカーはまあしたいんじゃないのかなと神田が見ていて感じます。で、神田が思う明日ベルディ戦の新潟のスタメン予想なんですけども、ゴールキーパー小島選手、左サイドバックに堀米選手、2センターバックにトーマス・デン選手が、明日出れるかどうかにもよると思うんですけども、トーマス・デン選手が出れるんであればトーマス・デン選手、もしトーマス・デン選手がまあ代表戦の招集でもう早めに、合流っていう形になるんであれば、早川選手とマイケル選手、そして右サイドバックは、入籍された山口県山口市のスーパースター藤原選手だと思います。でダブルボランチはもう変えずに宮本選手、秋山選手、左サイドは小見選手、トップ下は高木選手で、右サイドはまあ松田選手でもいいんですけども、まあ、太田選手かなと。そして、ワントップに小野選手、もしくは谷口選手。で、谷口選手がトップ下に入る場合は、まあ、鈴木選手なのかなと思うんですけども、か、小野選手。まあ、その辺がどう出るのか。もしくは、トップ下、長谷川元樹選手が、前節ゴール決めてますので、その勢い持って、スタメンっていう形になるかもしれないかなと思うんで、まあ、前線の部分は少し変えてくるかな、変わってくるかなと、神田は予想をさせていただきます。まあ明日、ベルディ戦なんですけども、もう本当にベルディホームなので、勢い持って、そして勝ててないので、かなりね、ハイプレス、90分間、本当にサッカースタイル変えずに、やっていきます。そこで、やっぱり、ベルディの運動量に負けないことがまず大事です。相手よりも、走ることが大事です。やっぱりサッカーはもともと何のスポーツかっていうと走るスポーツなので、相手よりもどれだけピッチにいる11人、そしてベンチに入っている18人が相手よりも走り切ること、走り勝つことが大事になってくると思います。その中で新潟のスタイルをしっかりビルドアップの部分、先ほどサッカーボードでお伝えさせていただきましたけども、そこの部分をどれだけ出せるか、相手が来て素早い、トランジションでボールを奪いに来るかもしれません。ですけど怖がらずにギリギリまで相手を食いつかせてパスを出していくとか、相手をギリギリまで食いつかせてかわしていくとか、そうなってくると絶対次の選手が来るので、そうするとギャップできるので、そこに対してどれだけ新潟が斜めのパス、差し込めるような縦パス、くさびのパスを出していけるか、そうすると一気に反転して攻撃のチャンスができると思いますので、決して、油断できる相手ではないと思いますし、相手も死に物狂いで目の前の勝ち点3を取りに来ると思いますので、気持ちでまずは負けない、その前に相手に走り勝つこと、そして自分たちがやってきたことを自信持ってやること、決して相手の、まあ、気持ちというかそこに負けずに
真っ向勝負してくるヴェルディに対して、新潟はこれが新潟のスタイルだっていう。そこを見せつけるというか、それができるかどうか。まあできなくても、焦らずに、自分たちで状況を把握しながら、何がいいのか、今何をやるべきなのか、しっかりコミュニケーションを取りながらやっていく。もしかすると、相手がいるスポーツなので、準備してきたことができない時間帯もあると思うんですけども、焦らずにそこは、しっかり冷静な判断をしながら、今何をやるべきなのか、チームで声を出していくっていうことが、まずはピッチにいる選手が、そこをね、しっかり、解決していく。そこに立ち向かっていくってことが大事になってくるんじゃないのかなと思います。まあ、神田は2対1、もしくは 2-0 で、新潟が勝ってくれたら最高なんじゃないのかなと神田は思います。本日も長い動画になりましたが、最後まで見ていただき本当にありがとうございます。それでは、また。神田さんどうもありがとうございました。皆さん、また。来月4月2日、はい、3週間後に行きますんでよろしくお願いします。あっという間ですね、はい、名残惜しいですけど絶対思ってないでしょいや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 山田の次こやつが首ですかあ、じゃあまあそれはちょうどいい潮時でしょうかね、また本当にありがとうございます。亀田さんまたすみません、どうもありがとうございました、はい、じゃあまさみや、はい、どうもありがとうございました。アテンドまたよろしくお願いします。わかりました、お願いします、はい、お気をつけて、はい、ホテル山田が廃業したのではい、そうですね、はい、じゃあよろしくお願いします、お気をつけて、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。皆さん名古屋市で3週間も来るそう、はい、はい4週間後にはまたこれでしょう、はい、お疲れ様でした、おかんによろしくお願いします、はーい、神田さんさようなら。神田さんはもう星になってますね、星になってしまいました、はい、山口の星がもうこの光で消えていってます。そうですね、パカパカ光ってますね、さようなら、バイバイ、バイバイ、4月よろしくお願いします。